はい。ゲームコレクターの酒館です。本日は、えー、2020年8月14日、作勘学院ゲームコレクター部スタートです、えー。チャンネル登録よろしくお願いします。えー、とまた、えー、と説明欄にあるね、えっ、ー、と、キンドル本へのリンク、えーと、僕が関わってるキンドル本へのリンクがありますので、えっ、ー、と、まあ、 ご興味ある方というか、まあ、僕のコレクター活動に、ねえー、と支援していただける方はぜひの本の方をいろいろ読んでいただければと思います。えー、とあとお仕事はねあのお盆の時期でも全然連絡をあのいつでもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ということでね、えー、と本日の予定ですが えっと、今いつも通り 3DO の話、1個タイトルを紹介し、その後、えっ、ー、と、レビュー報告ね、やって、その後ね、えっ、ー、と、質問箱の方の質問でね、1個先換算え、さっきかんさんへってやつがあったので、それを答えて、まあ、その後時間があれば、他の質問箱にも答えて、最後、本日の年念ゲームという流れでいく予定です。ということでね、まず最初に、 3DO の話なんですが 3DO というのはね、まあ、ずっと紹介している通り、えー、っとまり、あ、マルチメディア機ですねゲーム機じゃなくてマルチメディア機なんでちょっと他のね、まあ、僕らが一般的にゲーム機と呼ばれるものとちょっと違う要素のものが入ってくるわけですよ、まあ、要は、まあ、DS とかのあたりになるとねちょっと同じような匂いのするものっていうのは出てきてるんですけども何が言いたいかっていうとまあ要は、まあ、ゲームじゃないもの 露骨にゲームじゃないいいものっていうのととううが出てくるだからほらなんか触れる絵本みたいなやつっていうのはやっぱりアドベンチャーゲームっぽさもあるし、まあ、実際アドベンチャーゲームになってるものもあるから例えばマップ移動してどこかがいろいろね触っていって何か反応あるってやつも結局あれってほら、えーとまあ、一部のところを触るとなんかエピソードが見れるとかね、まあ、ゲーム要素になるわけですよ。 ただ、その一方で本当に絵本を見せるだけみたいなね、<laughs> ものも出てましたので、まあ、そういうタイトルですね。えっ、ー、と、これがね、えっ、ー、と、グリフ名作劇場、ブレーメンの音楽隊になります。これ今、今カンパニーってところから出してるんですけど、ただ、えっ、ー、と、これね、えーまあ、まあ、ジャスラックとかはいいか。 えっとですねまあブレーメンの音楽隊っていうのはまあ一応お話としても多分子どもの頃にねあの何かしら絵本っていうかその絵本じゃないなまあ童話っていうかねまあお母さんにね聞かせてもらったとかねなんかまあもしくは児童書を読んだとかね、まあ、そういうところで経験してるかもしくはアニメを見てるっていうの可能性もあるんですけどこのアニメがね あの実は日本アニメーションが、えっ、ー、と、日本アニメーションか。日本アニメーションのね、コピーライト入ってます。まあ、これ、日本アニメーションが作ってる、まあ、30分枠だから、まあ20、二十数分ぐらいのね、アニメーション、まあ、前半と後半があるようなね、アニメーションがこう収録されてる。まあ、そんだけのタイトルです。まあ、何かゲーム要素あるの、ないです。 あのただ単に、まあ、正直これもう少し時間軸がね進めば DVD でいいじゃんっていうことになるようなものですねまだほら DVD がないんでこの時期だとなんかこう CD でこう映像用の CD みたいなのもあったのかもしれないけど、まあ、一応このあビデオ CD ってあったか CD って結構いろんなフォーマットあるんですよねふ普,普段使うのが音楽用だしまあゲームだとまあ なんだプレステサターン、えー、PC エンジンもそうだし、まあ、大体あれ CD フォーマットですよねだけどそれぞれ、まあ、何々 CD みたいな区分けがいろいろあるとまあだから3 d もそういう区分けの一つなんですけどだからそのビデオ CD ってカテゴライズはあるんだけどビデオ CD を使える機械っていうのがまた少し少ないとだからセガサターンだと,、えー、とハイサターンもしくはあのビデオ MPEG とかを見れるようなね あのカードを本体にサスすかしないとあのえー、っとビデオ CD のものは見れないとまあそういう感じで、まあ、フォト CD っていうのがねだとまあ、3DO だと何もしなくてもすぐ見れるんであの若干こうフォト CD 絡みだと 3DO は強かったんだけどビデオ CD になるとなかなかあの いきなりビデオ CD 見れるものがなかったんでだったら 3DO のフォーマットで作った方がいいじゃんみたいな感じの流れかなと思いますだからこれ普通に 3D フォーマットのゲーム機、まあ、ゲーム機っていうかマルチメディア機に入れて動かすとまあメニューが出てで、まあ、前半後半投資かな、まあ、ちょっと名前忘れだけど、まあ、3つボタンがあってまあそれを選ぶとあのブレーメンの音楽隊のアニメーションが見れますもうそんだけですねまあそういうタイトルでしたはい まあそんな感じですね。で、次。えー、っとですね、今回ね、レビューなんですけど、正直ね、レビュー、ちょっとダウンロード優先でやっちゃったんですよね。<laughs> あ、持ってくの忘れちゃったな。まあいいや。えー、っと、ダウンロードのタイトルがね、えー、っと、なんだっけ。えー、っと、僕らのシリーズだったかな。あの、学校でやるやつ、なんだっけな。タイトル出てこないな。えーえー、っと、今から調べるのか。 え、ちょっと持ってくるわ <laughs> はい、えー、っとえー、っとですねまずこれか。 「僕らのスクールバトル」っていうタイトルがえー、っとえー、タイトル画面出ないななかなかサットボックスっていうのかなこちらのタイトルが結構ねぼあのこの前レビュー書いた机の机でピンポン机でえー、っとなんだ 机でサッカーか。違うな、机で何だったっけ違うな、何だったえー、っと、机でボウリングと机でピンポンのレビューをやったんですよ。で、これ安かったからって思ったんだけど、あ、なんかちょっと値段が上なんですけどね。えー、っと机でピンポンと机で、えー、っと、あれ机でボウリングは850円ぐらいなのかな、元が。で、今、 夏休み、あまあ、セールで425円とかだったかな。でそれに比べると、ちょっと値段高いんだけど、1200円ぐらいなのかな、定価。が、800いくらぐらいになってたかな、確か。僕らのスクールバトル。で、これは、えっと、まあ、14種類の、えっと、まあ、学校をモチーフにしててる14個のゲームが入ってるんで、まあ、ボリュームはすごいです。はい。 まあちょっとね一個一個がね、つながりっていうのがあんまない、つながりは当然ないんだけど、ただ、一つ一つに一応こう金銀銅メダルを取るねあのミッションがあるんで、そこを埋めていくって楽しみっていうところでいくと、一応モチベーションを持ってプレーができるかなってところがある反面、なんかね、結構意地悪なね条件もあってね、なんかこう、設定で難易度を選べるんですよ <laughs>。だけども 普通にプレイするときって難易度関係なくてプレイするじゃないですか。そうすると、あの全然メダル取れねえよと思ったら、メダル条件見たら難易度だったっていうね。しかも一番難しい難易度の時だけ、なぜかバスケとかね、意地悪で、なんかあの3分、5分、7分ってプレイ時間あるんだけど、7分で、えー、と一番高いレベルでクリアしないと金メダル取れないとかね、7分って結構長いんですよ。であの正直言うと僕 バスケに関ししてててうとプレイしててあの普通に難しいでもか結構簡単に勝てたんであこれ7分でも勝てるなと思ったんだけど7分やるのめんどくせえと思ってやんなかったけどまあそういう感じでねなんかこう条件をいちいち確認しないとなんかねえいけないのがちょっとめんどくさいかなとあとなんだ雑巾がけレースっていうのは体育館でやるんですけどそれも。 コースつつあるけど金道で3つしかかなないいじゃないですかそうすると1番のコースで何秒以内4番のコースで何秒以内とかね5番だと銀で何 5, 秒5番のコースで何秒以内だと金とかねそんな感じで関係ないものが出てきちゃったりしててねちょっとなんかそこら辺のこう振り分けがちょっと甘いなと思ったりね、まあ、いろいろしたんですけど、まあ、ともかくねあの 4人までの対戦もできるような、えー、と作りになっているので、割とこうパーティーゲームをね、欲しがってる人にはいいのかなという感じがしました。えっ、ー、と、で、次。えっ、ー、と、まあ、ついでなんで、えっ、ー、と、お化けい泥。えっ、ー、と、お化けい泥はね、今、あの、無料期間中なんですよ。 なのでまあ,あの商品と同じものを15日までかなまあ10そんぐらいで今やってて、えー、あとそれと同じでもう少し先の期間まで、えー、とセールやってるんでまあ,あの興味のある人はもうパッケージにも出てるんですよバケードってだからまあまずその無料でプレイしてでその後もやるなと思った方はまあ買うといいんじゃないのかなと思います。 でまあオバケイドルはどういうゲームかっていうとあのよく最近ここ数年流行ってる非対称対戦ゲームなんですよねだからこう、うん、有名なところだったらデッド・バイ・デイ・ライトとかねだからあの捕まえる方とつかあの逃げる方みたいなね役回りでまあ捕まえる方はこう強力なんだけどもこう呪いとかね <laughs> まあ呪くもないかなこのゲームだとまあで逃げる方は 基本は逃げで隠れなきゃいけないんだけどもちょっとこう逃げるためのギミックがあるとかね。で、えーっとまあ、基本はこのお化けが人間を捕まえると牢屋に檻に入れられるんで,で檻にはこうスイッチが何個かついてるんでそれをみんなでこうバーッと押しに行くと助けることができる。で期限,期限は3分間。3分間の、ね、短い時間の勝負なんですけどね。 ただちょっと見ててアクションゲームとして考えると結構ねあのお化けの、ね、モーションっていうのが例えば捕まえるねこういうモーションがあったとしてなんかこれのモーションだったら捕まえられてんじゃないかなと思うけども外れてたりねスカスカってなったりで捕まえた瞬間にねあのエフェクトあ違う画面になるんですよ。捕まえ専用のねあのねあ 画面になるんですよだからこう自分のこれでね捕まえてるかどうかっていうのがなんかいまいちこう分かりにくいんですよね逆にあの人間の方が逃げてる時にお化けに捕まえそうになったらランタンを光らせると一回だけ逃げられるんですけどそれがこうランタンを使う時にこう自分の周りにこう円がね光オレンジ色の光が出てねでピカッとなって敵をこうあの。 停止させるんですけどそれもねなんかこううんこう、ね、いまいちこう感触が良くないというかセザり感がちょっと良くないって感じがしたんで、うん、アクションとするとちょっとあの大雑把なのかなという感じがしました。であと1人でプレイしちゃってるから僕の場合は。そうすると その繰り返しプレイするとそのお化けとか人間の,スキルあのなんだレベルが上がってってねいろんなキャラクターがこうアンロックされてくるわけでですよでアンロックされたやつはあのゲームのプレイして貯めたお金でこう買うんですねランタンとかお化けを買うんですよ。 っていう要素はあるんだけど、まあ、ただで。あとステ何回も繰り返しプレイするとステージ数が増えていくんですね。アンロックされていくわけです。なただ、なんかこうプレイ感覚的にやっぱ1人でやると辛いなってところがありました。逆に言うとそのなんだこう。まあ、みんなでね。遊ぶ体勢がある人だから子供だったらね。あの友達がみんな持ってるとかね。 でオンラインの対戦もあるんだけどオフラインでもみんなが持ち寄ればマルチ対戦できるわけですよ。まあ、最悪1人1画面でね4人プレイもできるんですけどちょっとそこだとねあのジョイコンとかでプレイするとやっぱあの R のスティックのカメラの回しがねこの LR で回すボタン、まあ、LR が回すボタンになるとねちょっとプレイ感覚が違ったりねするしあとあの て4分割で見だとみんなの画面見れちゃうんでまあどっ,ちがどっちかというと人間が有利になるような気がするんだけど。 まあ、いずれにしてもねなんかそこら辺がちょっとこう難しいところもあるんだけどまあだからまずは1人が友達ねみんなで1人が買ってまずその1画面でみんなで遊んでみるとで面白いと思ったらみんな友達が買うじゃないですかしたらみんなで1画面ずつでこう持ち寄ってあのローカル通信でねプレイをするまあそういうプレイ環境がある人はあの ととりあえずいいいのかなという感じがしましまただからちょっと一人プレイするには辛いよってところだけはね留意してくださいというところですね。で次えー、っとねこれ「僕らの消しゴム落としプラススポーツセット」これねパッケージ版あのさっきのねと同じあのサットボックスのタイトルなんですけどこれ「僕らの消しゴム落としと」えー、っと「机でピンポンド」と「机でサッカー」が入ってるんですね。 こちょっと僕のねこの過去の、ね、発言をちょっと踏まえてねえー、っとまあこういう感じでねいろいろ入ってるわけですよでこれ机で消しゴム落としねで机でサッカーで机でピンポンあるじゃないですかこれ何かっていうとこう、まあ、カートリッジねマーク調整つくんですよでこれねカートリッジマークつくんですよでピンポン これ何が言いたいかっていうとあのー、これカートリッジで買うんだけど実際のメニュー画面の表示はこういう感じでね3つそれぞれ別々につくんですよだからダウンロードでそれぞれ発売されてるタイトルなんでそれぞれねこうメニューが1個つくんだけど まあ当然カートリッジで買った場合はカートリッジ持ってないとプレイできないんですよね。ただ僕は先日ピンポン机でピンポン買ってあのレビュー書いたところもあってもうあるわけですよ。でそうするとこいつ <laughs> こいつあの実はここにあるのはあの僕がダウンロード版で購入したやつなんですよ。 だけどもこいつを刺してプレイする時にはこれがカートリッジを指してねやるものになるわけです。要は同じものなわけですね。ということでねだからこういうね、えー、とダウンロードで出てるやつの寄せ集めパッケージ版っていうのはあのやっぱり1個でもこうダウンロード版でね買っちゃってるものが入ってると。 たたたたってことになるかなというところがまあちょっとまず一つ気になりました。で2つ目にねちょっとやっぱりねあのうんまあ当然ピンポンは安売りしてる時期が、まあ、セールスやってる時期があると。 まあだからこういうのでセールスの時期を見ちゃうとやっぱりパッケージ版割高感があるなというところはまあ感じました、まあ、ちょっとねこれ実は言うとパッケージ版これ楽天ブックスで買ったんですけどちょっと安かったんですねだから実は僕の中ではそのこの3タイトルがある程度セールになってもまあその値段ぐらいだったら全然安いかなと思って買ったんですけどちょっと他でね買おうとするとちょっと割高感があるかなというところはありましたであともう一個がその うんちょっとね何だろうさっき紹介したそのスクールバトルに比べるとちょ,ちょっとそれぞれが辛いかなっていうところがありますまあもともとねこの「僕らの消しゴム落とし」っていうのは多分スマホで出てて、ね、僕スマホで遊んだことあると思うんですけど、まあ、だから100ステージとかあってねこう順番にクリアしていくんで、まあ、そういう意味ではボリュームはあるんだけど。 うん、であとそのなんか日本統一,統一するようなねあのモードがあったりしてまあいろいろ遊び要素はあるんだけどその一方でその消しゴム落としというゲームがそこまでこうなんだろう,こう繰り返し遊んで楽しいかもしくはこの、ね、新しい消しゴムをゲットしてそれで対戦して楽しいかっていうとちょっとそこがねあんまりこううん。 ちょっとと辛いかなぁとあのさ以前プレイした机でボウリングとかね机でピンポンとやっぱ同じような流れで消しゴムの方がモードは充実してるんだけどただ遊び心地というかあのなんだ遊びのこの奥の深さみたいなところを考えるとちょっと辛いのかなという感じが僕はしましたでピンポンはさっき言ったようにピンポンはね持ってるからねあれなんですけどで机でサッカーもねちょっとね何だろうこう やっぱミニゲーームサッカーなんですよ、ねうん、まあ当然本格的なサッカーゲームじゃないのは分かってるんだけど、うん、ちょっと今の今の時代にこれを何だろうこうもう少しねあのスクールバトルの方に入ってるえっ、ー、とバスケなんかのだとまだなん,なんとなく。 遊び心地的に良かったんだけどこっちのサッカーだとね生地ねその今ってサッカー本格的なものがねバシバシとこう遊べる環境の中でそのこのぐらいライトなものを1個の商品として出されてるとちょっとこうなかなかこう難しいかなという感じがしてしまいました。ということでねこれに関して言うとやっぱりこう まあ、ダウンロードでセールで買うっていうのがやっぱメインかなって気がしてるので、まあ、パッケージがどうしても欲しい人はまあまああのまあちょっと今の値段が戻っちょっと安い値段ついてるかわかんないけど楽天ブックスとりあえずチェックしてみてください <laughs> はいということでね今日の、ねえー、とレビューについてはここまでにしようかと思いますで次 えっと、質問箱の方なんですけど、えー、っとですね、こういう質問が来てました。サケカンさんへ、えー、PS4 ビータ用ソフト、イグジストアーカイブの購入を検討しているのですが、サケカンさん的にどうでしたっていうね <laughs> 質問が来てました。えっ、ー、と、まずね、最初にね、えっ、ー、と、Amazon でイグジストアーカイブを調べてみたら、 まあ日本、PS4 版とビータ版合わせてもね、正直今2000円でお釣りが来るんで、<laughs> あの、もう一本他のゲーム買ってね、2000円を超えにして、アマゾンのね、ところから、まあマーケットプレイスとかだかもしいないけど、アマゾンの倉庫にあるやつをこうね、揃えて買ってもまあ2000円程度なんで、まあ、正直、あの、もしね、こう購入を検討しているんだったら、あの、もうね、 発売当時の、その、例えば5000円とか6000円、7000円とかいうレベルに比べると全然リーズナブルになってるんで、まあ買って遊ぶのが一番いいのかなという感じが個人的にはします。あと僕がどうかっていうところでいくと、これね、Exist Archives ってね、Exist Archive か。Exist Archive は、えー、っとね、 なんだっけな死者がなんか自分がなんか死,死ぬんですよね死んでなんか飛ばされた世界でなんかこう救世主じゃないけどなんかちょっとあの活躍するようなゲームでですよね確かでまあ,あの惑星かなんかでこうミッションを受けるとそこの土地に行ってこうなんかやっていくんだけどその拠点入った時のマップがサイドビューなんですよね。 であの単なるサイドビューじゃなくてあの奥行き方向に移動するタイプあのファミコンとかだとたけしの挑戦状とか、ねまあ、そこから入ってもあれなんだけど、まあ、ああいうようなねまあバリスでもなんでもいいんだけどあのねスクエアントムソヤでもなんでもいいんだけど <laughs> あの、まあ、要はなんかこうサイドビューなんだけど、まあ、スクエアントムソヤアとちょって言うと違うか <laughs> まあいいやサイドビューなんだけどで 高さの概念もあるんだけどでなんか扉的なところからこう奥行き方向に進んだりしてでサイドュビュー重ね合わせ的なねまあ作りになってるマップなんでちょっとこう位置関係の把握っていうのは若干こう癖があるかなというところが、まあ、今どきの,のゲームとかやっぱ 3D に慣れてると 3D のねあのマップの関係性とその 2D マップの重ね合わせのマップの関係性ってちょっとね その位置関係の捉え方が変わるので、そこら辺がこう難しいというか、僕ねまだにねあの八十年代とかにいったサイドビューアクションのそういう重ね合わせの奥行き方向って苦手なんですよね。あのゴエモンみたいなまあまあこれもトムス福富山トムスやでもいいんだけど、ちょっとね俯瞰視点的なものでこう奥行き方向行くとだいたいこうマップのこうつながりっていうのがこうなんだろうな。 奥行き方向がそのま,まになるんだけどあのほらあの「セイントセイヤの黄金伝説とかって <laughs> みたいなのだとこのマップがこうなってると奥行った時にこの重ね合わせなのかこの方向なのかよく分かんないってあるじゃないですかまあそういう感じでねそのなんかマップの把握の仕方っていうのがサイドビューの難しさってところがちょっとあるかなっていう感じがしましたであとねこれサイドビューのアクションっぽい操作なんだけど 実際の,その戦闘に関してはエンシンボルエンカウント戦闘で,でコマンドバトルみたいな感じのノリなんであの何だろうこう 3D っていうかねまあドラクエでも何でもいいんだけどそのシンボルエンカウント系のものっていうのはこう避けられるじゃないですかある程度まあ逃げるっていうのもあるしまあ追いつかれるっていうのもあるけどでもねサイドビューってね逃げれないんですよね。 あの引き返すってことはできるけどあのそいつをこう避けて先進むっていうのが結構難しいんですよね。っていうところでいくと結構面倒くさいかなってところ。であとはまあなんだろうなどっちかっていうとロールプレイングなんだけどなんかこうストーリーメインバシバシっていくよりはそのミッションをクリアしてまあなんかハクスラ的な遊び方でやりながら、まあ、ストーリー進めていくっていう感じなので。 うーん世界観とかがね合うかどうかってところはまあ重要かと思います。まあそこら辺はちょっと僕はあんまりこう好みじゃなかったんで途中でやめてしまったんですけどあのー、まあただねまあ今値段が本当安いのでアマゾンのね今調べたら安かったのでやっぱりこのぐらいの値段になるとそのうーん。 なんだ悩んでるぐらいだったら買ってプレイしちゃえよっていうのが個人的な感想です、はいうん。ですね。いやだから本当は5,0006,000円のゲームをこう買うのに悩んでるのとやっぱねその新品が1,000円ぐらいで買えちゃうような状態だとちょっとそのね悩んでるところと何だろう、ね、買うっていうところの段階っていうのはね ちょっとと距離の取り方方変えた方がいいと思うんですよまあこれなんか例えばね300円とかで売ってるところまで来てて、ね、いやこれ面白いかなどうかなっていうよりはだったら買っちゃえって言った方がまあいいだろうみたいなねまあそういうところは個人的にはねそこはあの是非ねあの検討するぐらいだったらもう買っちまえっていうのがまあ僕のね個人的な <laughs> あのところですはい、まあ、まあ僕は進めてないんだけどねはい。<laughs> で次、えっ、ー、と、まあ、質問箱ちょっといきますね。えっ、ー、と、疲れ、疲れを癒す方法を教えてください。うん、疲れを癒すね。まあ、休むしかないよね。<laughs> ま正直ね、最近ね、やっぱこの7月、8月になるとね、あの、結構眠いです、僕。もう、夕方ぐらいとか、暑,暑さにやられて。 もう疲れてる時にはねもう寝るしかないんですよ <laughs> あの。癒すじゃなくてもう寝る。<laughs> はい。そうね。まあ、ちょっとゴローンとねする。まあそんな感じじゃないかな。うん。だからなんか何かを見て癒すとかね何かをこうなんだろう,う食べてどうなってごまかすっていうよりはまずこうちょっと寝る。<laughs> 横になで次えっ、ー、と扇風機ってえっ、ー、となんだ持ち歩ける小さいものがあるの知ってますってこれどういう質問なんだろういや知ってますよそんなの <laughs> もう15年ぐらい前から知ってますよ <laughs> はいまあね昔ねあのたドラえもんのね タケコプターがこう扇風機になるようなねあのそういうタイプのものを持ってたんですけどちょっとその羽が汚れたなと思ってビーンってちょっとゴム製かなんかだったのビーンってこうよき,きれいにしようとしたらプチッって切れちゃってあの単なるねあのこう竹コプターのねあの先にこう,こうまあ黄色いね 扇風機がついてるやつだったんですけどまあここがプチって切れちゃったせいでもうあの単なる黄色いポッチがついてるドラえもんになっちゃったんでねまあさよならしました <laughs> うまいでも今更ねまあ家で仕事してるでも今のねコロナ禍のね時期だとちょっと辛いんじゃないですかね扇風機も多分電車の中とかでビーとかやったら多分ちょっと迷惑かられる可能性ね以前より多いような気がしますよ はい。というところですかね。まあ今日はこの辺りにしましょうか。でえっ、ー、と本日の記念日ゲームですがえっ、ー、といつだ ?2003 年の8月14日に発売された「焼肉奉行ボンファイアが」がえっ、ー、と17周年ちょっと中途半端ですけどねなかなかやっぱお盆の時期はねあんま流通がね あのちゃんと動いてない部分もあるのであんまり発売タイトルが多くないんでちょっと <laughs> 無理やりもう2000年代のタイトルを持ってきてしまいましてこれ以前ね配信で話をしたんですがまあ、焼肉を食べるとか焼肉を焼くゲームですよいや焼肉奉行になるゲームですよね。はい、というところでねまあこういうね のタイプのゲたぶん PS2 p s ぐらいの時には出てたけど、まあ、今,の今だと多分こういうタイプって、まあ、スマホなり、ね、ダウンロードなりちょっとライトなところの作りのものになるんで、まあ、そっちであるのかなという、まあ、今だと、ね、PS4 でリアルなお肉なんて作ったりしたら、まあ、FF15 の,の,のキャンプシーンになっちゃったからね <laughs> あれなんですけど <laughs> まあそんな感じでね、えーっと まあ、ゲームの中のお肉よりはねリアルなお肉食べて元気になりましょうということでね以上作家でした。おやすみなさい